こんにちは、たまあきです。今回はデリシャスパーティープリキュアのフィッシュソーセージ前期バージョンを開封してみていきたいと思います。こちらの発売日は、まあ毎年恒例な商品なので、放映開始直後ぐらい、春先ぐらいですよね。なので、まあ今更感はあるんですが、うちの方のどいなかはですね、前回のプリキュアが残っていますと、こちらのね、新しいプリキュアに切り替わらないということなので、今年はですね、本当になかなか切り替わらなくて、で、切り替わったと思っても、こちらのね、ソーセージのシールはですね、一箱のシールがね、めちゃくちゃ被るということなので、同じ店舗でね、その同じ箱から、まあ、まとめて買ってしまうと、割と被るので、違う店舗とか、あとはね、その、新商品というかね、その同じ店舗でも、こちらのね、日付が変わったら、買い替えるということで、買い足すということで、うん。なので違う店舗さんでねちょこっとね買おうかなって考えていたんですが、他の店舗さんが本当になかなか切り替わんなかったり、あとはですね、今まで取り扱ってくれてた店舗さんもね、今年から入荷しないというね店舗さんも増えちゃったので、うん、なのでね、今年はね割とねこの個数をね集めるのにちょっと苦労しましたね。ということでですね、こちらの商品自体の発売日はもうね、半年以上前ぐらいなので、まあ今更感はあるんですがね、一応ね、まとまった20個ぐらい揃ったので、こちらをね、開封してみていきたいと思います。で、皆さんのところはもうこちらは後期の方に切り替わってるんですかね？うちの方はまだ全然ね、こちらの前期の方なので、後期のやつはね、どうかなとは思うんですが、またね、集められたら集めて、で、まとめてね、開封してみたいと思います。それではまずはパッケージ確認からしてみましょう。もう皆さんねご存知かと思うんですが、こちらの3人が書かれてて、でコメコメとかね妖精さんたちもいます。うん、こんな感じのね、いいね、道具とかが書かれてるのも可愛いよね。うん、でまあ毎年恒例のペーパークラフトがついておりますよということで、このねシールもね大カットで可愛いんだよね。うんふんふん。で、賞味期限がね、そろそろやばそうなので、ちょっとね、開けていきたいと思います。では、開封してみていきたいと思います。シールが16種類ということでですね、一応ね、20個、こっちにあります。で、数え間違いで21個ありました。なのでね、まあ、コンプリートはちょっと難しいかなとは思うんですが、うん、なるべくね、ばらけて出てくれたら嬉しいなって思います。そして、私はスパイシーが大好きなので、スパイシーが揃ってくれたら嬉しいなって思います。ではね、いきます。ここだね、そうだ。ここね、本当に絵をねちぎっちゃうのがね毎年ね心苦しいんですが、本当にここから開けられるようにペコってしてくれると嬉しいんだけどな。よいしょ、おじゃあ行きます。よいしょ、せーの、ほい、お、ヤムヤムですね。ってことは前がランランちゃんかな。あ、そうだね、ここにランって書いてあります。ほい、あー、私服姿のランランちゃんです。あ、いいね、ちゃんとメンメンもいるね。こんな感じでしたっけ。毎年買ってるけど、もうちょっとさ、この人物がもうちょっと大きかったような気がするけど、今回こんなちっちゃいんですね。うん、ナンバー9。おで、ペーパークラフト、あ、そっか、ランちゃんのお家だから、あ、ランちゃんのお家が書かれてます。うん、これね割とこういうの結構ねちっちゃい頃とか遊んでた気がするな。可愛いんだよねこれね。では次行きます。サクサク行きます。よいしょ、ほい、待ってね、ほい、お、出ましたね、キュアスパイシーココネちゃんです。お、いいですね。謎にさみんなご飯もあるんだね。大盛りご飯がすごい。特になんだろう、あー、そっか、でもそっか、スパイシーだからピザとかそのパン系で、うんふんふん、ランちゃんのは中華ね、でもご飯はあるんだ。へえ。そしてペーパークラフトはランランちゃんち。これはねランダムだからね、で4種類だからめっちゃ被るんだよね。うん、ではお次、よいしょ、ほい、開けにくい、ほい、よいしょ、あー破けちゃう、まあいいや、え、せーの、ほい、お、ゆいちゃんです。おー、かわいいね。あ、ゆいちゃんだけどパンダとかいるよ、ランちゃんとこの、でおにぎりとか、あ、結構この何提灯みたいなのも中華だし、あ、笹の葉みたいなのもあるし、え、お友達のうちだからかな、結構あるかな、いろいろあるんだ。あ、ハートベーカリーのマークもある。へー、なるほど、結構いろんな感じで。で、ペーパークラフトがじゃーん、ほい、お、よいし
これはハートベーカリーですね。おお、なるほどね。これのさ、プリキュアパンが、私クリーム味の時がねめっちゃ美味しかったなと思って、チョコのやつも美味しいんですけど、クリームのパンが、ね、美味しかった私好みでね。次、ほい、お、出てます。じゃーん、ほい、あー、やむやむ。で、後ろがランちゃんね。うん、あ、いい感じにばらけて出てくれてますねパンダ健在、いいね。ちゃんとね、のれんとかもあるので、もうちょっとさ、この人物がもうちょっと大きくてもいいかなと思ったけど、でもそうだよね、ペーパークラフトにこう貼って楽しむだから、あ、こんな感じかな。うん、次、よいしょ、ほい、じゃーん、じゃじゃーん、ほい、お、プレシャス出ましたね。うん、じゃーん相変わらずこんな感じのおにぎりとかはあるんだね。うん、で、ご飯がちゃんとあってなんだこの室外機の上になんかあるね。いいね、これあれだよね、ハートベーカリーのところかな。うん、次、あ、中見てなかったね。よいしょ、中は、あ、同じだね。はい、これさ、ペーパークラフト4種類で揃いそうな気もするけど、前回トロプリのやつがなんだっけ、ギリギリ揃ったんだか揃わなかったんだかで、割とね、ペーパークラフトもね揃わなかったりするんですよね。よいしょ、せーの、ほい、お、ランちゃんです。これは同じ方かな、それとももう一個の方かな、どうだろう。せーの、ほい、お、違う方ですね。あ、エプロン姿のランちゃん、かわいいね。ほほほ、今回のプリキュアは3人だから、そうだね、こんな感じので、違うバージョンがあっていいね。うん、そして、ほい、ハートベーカリーここがね、被るんだよね。次、いやー、これさ、プレシャスが入ったバージョンのやつ結構欲しいんですけど、どのくらいで切り替わってくれるんだろうな、うちのところは。せーの、ほい、お、ヤムヤムです。お、これはじゃあヤムヤムはどうなんだろう、もう一個バージョンとかあるのかな。ほい、いや、同じだよね、そうだよね。うん、ダブリ、そして、よいしょ、お、ハートベーカリーお、次、いや、ランランちゃんは揃ったんじゃないか、もしかしてでもあと、あ、そっか、あと妖精とかあるのかな、16種類、あ、そっか、全員集合とかもあるから、そっかそっか。せーの、ほい、お、プレシャス、これはかぶりだね。変身バージョンが1種類の、私服バージョンというかが2種類だね。ねえ、そうなんだよ、ハードベーカリー、あ、違う、これは違う、そうだ、ゆいちゃんのうちかな、そうですねなごみ亭でしたね。ちょっとさ、さらっといくとあれだったか、さっきもそうだね。じゃあね、この辺がね、ゆいちゃんのうちだね結構あれだ、さらっと見ちゃうとダメだね、目が滑っちゃうね。よし、じゃあ、あと1個、じゃん、お、出ましたね、妖精獣、かわいい。ほい、あー、そっか、裏が妖精だとこっちがみんなのね。そうなんだよ、集合もね、いいんだよね。ほほほ、そしてあとはここねちゃんのレストランがあるのかな。ここねちゃん、あ、出ましたね、いい感じです。おほほ、とりあえず今のところね、ばらけて出てくれております。おい、よいしょ、せーの、おい、お、ここねちゃん、これもう一個の方だといいな。あ、ラブリです。私服バージョン見たかったな。ここはね、そうなんだよ、なかなかねペーパークラフトも4種類と言いつつなかなか揃わないんだよね。これもかぶりかな。あ、違った、お、違いましたね。ほい、変身バージョンの3人です。いや、これかわいいね。いや、いいですそしてここもゆいちゃんち、おっしょ、せーの、ほい、お、また妖精ちゃんズです。これはでもね、かぶっても全然、みんなかぶってもいいんだけど、これいいよね。そしてラランちゃんち、次、ほい、よっこ、ほい、開けにくい。そして、せーの、ほい、お、ここねちゃん、スパイシー、あ、そうですね、これもダブリです。あ、ちょっと違う、
ちょっと違う。お、やりました。そっかそっか、じゃあ変身バージョンも2種類あるんだね。2種類2種類であるんだ。うん、あ、これは良かったです。ココネちゃんの私服姿が出ればスパイシーはコンプだね。いや、それを狙いたい。いきます。ほい。そしてまた集合が出ましたよ。いや、これは本当にダブっていい、一番嬉しいダブりだけど。そしてほい、なごみて。こっちを先にやるか。置く場所はね、なくなってきたから。おい、お、ランちゃんってことはヤムヤム。これはダブリだね。これのヤムヤムのあれだね、もう一個の方が出てくれない。うん。そしてじゃん、同じヤムヤムのかぶりが多いね。よいしょ、せーの、ほい。お、これはランちゃんですね。あ、違う。あ、出た、ヤムヤムのもう一個バージョン。出ました、パンダが大きく乗っております。これ一番大きいパンダじゃない。あ、これ好きだわ。かわいいよね。うん。お、ランちゃんコンプじゃん。あとはそうだね、ゆいちゃんじゃない、ゆいちゃんのも欲しいけど、スパイシーココネちゃんの私服姿が欲しい。よいしょ。お、じゃーん、ゆいちゃんプレシャース。これは、お、もう一個バージョン出ましたね。なるほど。あ、ここでね、そっか、こっちがエプロンバージョンだとこういう感じなんだね。そっかそっか、こっちでバレるんだね。お寿司とかね、そうだね。なんか、あ、米米ちっちゃく写っております。あ、めっちゃちっちゃい。大きく写ってるのもいいけどさ、これちっちゃいやつもちっちゃいやつで可愛いんだよね。もう、じゃあね、行きましょうか。あと3つで欲しいのが揃ってくれると嬉しいな。せーの、ほい、どうだ。あ、これはさっき出ましたね。これはよいしょ、いきます、せーの、ほい。お、プレシャスのゆうちゃん。お、出ましたね、ゆうちゃんのエプロン姿。あ、こっちもパンダがでっかい。そっか、じゃあゆうちゃんも揃った。揃ったね。そうだ、ゆいちゃんも揃いました。そしてココネちゃんだけ、ココネちゃんの私服欲しい。いきます、せーの、おい。あー、これはもう3人のやつ。お、違うやつだ。こんな感じで、あ、3人バージョンもね、もう一個あったんだね。うん、ほうほうほう。では一旦順番通りに並べ直してみたいと思います。はい、ということで今回の開封結果はこんな感じでしたね。変身バージョンは一応全種類揃って、で、私服バージョンのココネちゃんがいなくて、で、ここですね、14番が多分集合だと思うんですが、どうだろう、エプロン姿の3人なのか、それともコメコメたちが大きく乗っているのかわかんないんですが、このね、14番がないです。なのでうちの方はですね、まだね、こちらの前期のバージョンが全然ね残っているので、またね、ちょこちょこ買い足したいと思います。それとですね、こちらのソーセージと同様に、こちらのバッククッキーですね、こちらがうちのところの店舗さんでなかなか入荷せずにいたんですが、ここのところね、なんかいきなり入ってたので、こちらをね、買ってきました。うん。で、こちらもですね、まあいろんな店舗さんでちょこちょこと買って、まあいくつか数が集まったので、まあ、近々ね、撮影して動画を上げたいと思います。うん。そしてプリキュアパンですね、こちら。だいぶね、溜まってはいるんですが、多分ね、こっちが前期の方だと思うんですよ。で、こっちがね、前期と後期混ざっちゃってるんですが、まあ、割とこちらも溜まっているので、まあ、でもこちらはですね、一応プリキュア、こちらのね、デパプリが終わって、総括としてね、開けたいと思いますので、まあ、来年の2月ぐらいかなと思ってるんですが、それまでね、食べられるだけ食べて、食べたいと思います。で、プリキュアパンもですね、いつも買わせていただいた店舗さんが2店舗も取り扱いやめちゃったんですよね。なので最初の方の頃はね、取り扱い店舗を探すのがめちゃくちゃ大変で、いろんなスーパーさんとか、まあ
こういうね、あの子供向けのパンを取り扱ってる店舗さんにこう探し回ったんですが、なかなか見つからなくてですね、ちょっと離れた店舗さんでやっと発見して、なのでちょっと遠出をした際に買うっていう感じになっちゃってるので、まあね、毎年買ってはいたんですが、今年はねちょっとね数が少なくなってしまったのでね、なかなかねあのコンプリートは難しいとは思うんですが、こちらをね最後に開けていきたいと思います。でね、今ねボールドーナツということで、こちらもね美味しかったです。でも一番好きだったのはやっぱりハートベーカリーのクリームバージョンの方のハートベーカリーでしたね。あれハートパン美味しかったです。うん、ということでですね、ツイッターの方ではちょろっとつぶやいたりもしたんですが、プリキュア商品のね食玩とか、まあ、おもちゃも含めてなんですが、なかなかねうちの方のど田舎では取り扱いが減ってしまってきているので、ちょっと厳しい状態にあるんですがね、まあ買えるものは買ってね、またご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは最後まで見てくださってありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバーイ。